こんにちは。今日紹介するのは、イキモンから出ている1つ300円のガチャ商品、ネイチャーテクニカラーのヤドクガエルマグネットストラップ1です。こちらですね、カエルの方が8種類あるのですが、それぞれ、マグネットとストラップになってますので、全部で16種類のラインナップになってます。1つずつ見ていきたいと思います。まず1つ目が藍染めヤドクガエル、青と黄色のカエルですね。次がリマニーヤドクガエル、そしてキヨビヤドクガエル、青が綺麗なやつがコバルトヤドクガエル、そしてこの赤いのがイチゴヤドクガエルかっこブルージーン。これはなんか青い、手足が青くってジーンズを履いてるみたいに見えることがブルージーンというらしいです。そしてこちらがグラヌリフェラヌスヤドクガエル、ベントリヤドクガエル、イチゴヤドクガエルかっこコロンの8種類で、それぞれこういう形でストラップバージョンの8種類とマグネットバージョンの8種類と合わせて16種類のラインナップになってます。それではですね、実際の商品見てみたいと思います。今日は、こちらに用意したのはこれがベントリヤドクガエル、こちらですね、マグネットになってますね。開けたいと思います、はい、かわいい緑色の葉っぱに乗ったヤドクガエルで、裏にマグネットがついているのでホワイトボードなどにピタッとくっつけられます。これはベントリヤドクガエル。ヤドクガエルっていうのは毒を持ってるんで、カラフルで危険ですよってアピールらしいですね。矢の先に狩りをするときにつける毒に使われたことからヤドクガエルというらしいのですが、はい、まず正面。とてもなんか生々しいツヤと、なんか今にも動き出しそうなリアルな感じがとてもよく出ていると思います。はい、こちらがベントリヤドクガエルのマグネットの方ですね。はい、そしてもう一つが、またこれもすごく毒々しい色なんですが、リマニーヤドクガエルのストラップです。こちらはちょっとカエルが大きいですね。はい、赤と黒で、こんなの道端にいたらびっくりしちゃうようなカラーリングですが、立派なカエルちゃんです。横から見た感じと、正面から見た感じと後ろ姿ですね。堂々とした座りっぷりでストラップになってます。いかがでしょうか。とてもカラフルなヤドクガエルちゃんをたくさん集めてコレクションしてみてはいかがですか。こんな感じでですね、これからもですね、可愛い商品や楽しい商品たくさん紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方していただけると嬉しいです。今日紹介したのはヤドクガエルマグネットストラップ1弾でした。それではさようなら。